称1兆円日本電産永森、これから徹底的に反撃を加えてくる。世界中を飛び回り次々と企業を買収。この後はスロバキア。その全てを儲かる会社に変える。問題だらけや、問題だらけ。極意に密着。今まで一回も失敗ないんですよ。全部うまくいってます。ドキュメント戦う経営者10兆円への挑戦。10月28日夜10時。